はい、こんにちは、大島です。では今回は、まずセールスを学ぶという部分でお話しさせていただきたいと思います。で、前回ですね、セールスをまず始めましょうというふうに言ったのは、ものすごい理由があってですね、なぜ、セールスを学ぶのか。で、その部分について今回お話ししていきます。で、この動画を見ることによってですね、あなたはセールスを学ぶことができ、セールスのですね、全体像を分かることができ、そして、情報ビジネス、これから行っていくですね、情報ビジネスの本質っていう話も少しお話ししていきますので、しっかりと聞いてください。はい、でまずセールスを学ぶっていう部分ですね。まずセールス学ぶ。いやいや、なんでセールス学ばなきゃいけないんだよ。俺は情報ビジネスやりたいんだよ。アフィリエイトしたいんだよ。情報インフルエンサーになりたいんだよ。楽して稼ぎたいんだよって言うかもしれません。ただ、それはもう少し後の話です。最初ですね、最初はまずはこれをやってほしいっていう思いが非常にあります。さっきお話しましたけども、一番やってほしいのは最初物販ですね。で、物販でつまずいてほしくないんですね、全然。まあ、そこで、まあ、10万円でもいい、20万円でもいいです。そこでまず稼いでいただいたら、もう次のステップにすぐ行ってほしいんですね。そのまま物販を続けていっても、頑張って50万とか60万なんですね、行ったとしても。そんなふうに、そんなね、レベルで、収まりたいと思っている方ではないと思いますので、すぐにですね、月収100万円に行っていただきたい。っていうような思いがありますので、まずはセールスを学んでほしいと思います。で、物販に行ってですね、物販が結果出たらセールスを学び、まあ、物販をやりながらセールスをね、これで学んでいただいてもいいですけども、物販で実績を出したらセールス集客をして、対面でセールスをしてコンサルティング契約を取っていくという方法を次は取っていただきたいと思います。で、まずセールスを学ぶっていうお話をさせていただく前に、情報ビジネスとは何なのか。情報ビジネスとは何なのかっていう部分をお話しさせていただかないことには、まずコンサルタントになるっていう意味すらも理解が深まらないと思うんですね。なので初めにこの情報ビジネスとはっていう部分を深く話しさせていただきたいと思いますが、そもそもですね、情報を売るっていうことですよね。情報ビジネスっていうのは情報を売るっていうことです。情報を、まあ、提供するですね。情報の提供、情報を提供します。で、情報の提供の3パターンっていうのがあります。情報の提供3パターンっていうのがありまして、まず一つに、文字、文字ですね。2つ目、音声。3つ目、動画。はい、これがデジタルコンテンツで、皆さんがよく思われる3パターンですね。これ文字、音声、動画です。ただですね、情報ビジネスって、最終的に4パターンあるんです。これがコンサルタントなんですね。対面です。
これをですね最初に、覚えておいてほしいんですね。これ非常に大事なことなので、この動画ちょっと何回も見てほしいんですけども、コンテンツ、情報コンテンツ、情報ビジネスの種類が4種類あって、ですごく重要なのが、この順番に、価値が変わっていくわけですね。わかりますか？文字、音声、動画、対面ですね。これは上から順に価値が高くなっていくのはわかると思います。例えば学校のね、教材、教科書とかありますよね。学校の例えばああいう普通の文学とか、数学とかあっち系の方は教科書、これ教科書は文字です。で、よく、学校ではないかもしれないですけども、次、音声ですね。耳から聞くだけのものがあって、で、次、動画がありますね。学校系じゃなくて、どっちかというと、あれかな、英語のね、学校、英語の学校とか、テキストでもらって教科書だけで見るのか、e ラーニング、なんかね、スピードラーニングでしたっけ？英語でしたら、音声があったりとか、あとは動画でしたら、DVD をね、買って、見て学ぶとか、あとは、DVD の中でも映画をね、字幕、日本語の字幕入れないで見るとかね。で、一番はでも外人に直接対面でマンツーマンで教えてもらうのが一番じゃないですか。対面で直接教えてあげられないから動画で教えるんです。で、動画では教えてあげられない人に対して、要は、いちいちね、画面ずっと見てられませんよね。歩きながらこうやって、ね、動画見てる人あまりいますけど、めちゃくちゃ危ないですし、あまり入ってこないですよね。家で座って見た方が一番いいですから。はい、で、動画見れない人に対して音声を用意する。で、音声は聞けない場合ですよ。音声すら聞けない場合。聞けないっていうパターンはあんまないと思いますけども、例えば学校の授業中とかですね、セミナーに行ってときとか、イヤホンしてたら怒られますから、そういう場合とかね、あとは、イヤホン忘れちゃったときとか、スマホだけで文字見れますよね。新聞でもいいです、文字は。あれも情報商材です。新聞も情報商材です。要は、リアルの情報商材。そう考えていただき、大きな枠でですね、捉えていただきたい。情報ビジネス怪しいのかな、情報ビジネスは詐欺なのかな、情報ビジネスってなんか人を騙してね、なんかお金を踏んだくって稼いでガハハってやるのかなっていう概念じゃないんですね、情報ビジネスっていうのは。そもそも新聞だって情報ビジネスですし、テレビ局だって情報ビジネスです。学校だって情報ビジネスですよ。情報を提供してるわけですからね。教科書だって情報商材だし、先生だってコンサルタントです、要は。お給料をもらって、人に知識を与えているわけですよね。情報ビジネスなんです。で、有名なね、海外の、なんかいろいろいますけど、あの人たちもみんな情報ビジネスです。コンサルタントですから、講師、セミナー講師も、情報ビジネスなんです。なので情報ビジネスっていう部分で、あんまりね、こうそういう怪しいとかっていう取らないでほしいです。その前は自信を持って情報ビジネスこれからやっていくんだっていう、決意をしていただきたいからこういう話をしてるんですけども、ぜひですね、そういうふうに捉えてほしい、ね、あくまでも動画作って、ね、送りつけるとかそういうのじゃないんです。本当は対面が一番いいんです。対面が一番価値があり、結果が出やすい。だから高いんです。これ当然ですよね。高い。だって教えてる人は、時間を使って、身を使ってね、やってるわけです。これができないから、動画を使うわけです。これはなんか無料でね、テキストはもう今無料ですね、ほぼテキ
ストでね、今お金出す人あんまりないです。まあこんな感じなんですよ。だから僕も今回ね、これ動画を撮っているのは、本来はお会いして教えたいんです、教えたいんですけど教えられない、あとは何回も聞いてほしい、何回も復習してほしいっていう部分で動画を撮ってお渡ししているという、この概念ですね、うん、で一番価値が高い、そして一番簡単なのは対面です。価値が高いのに簡単なんです。知識を、何も作る、これ動画撮らなくても話すだけでいいんです。ただ価値が高いんです、リアルなんで、うん、なので最初にこれをやってくださいっていうことなんですね。これをやれば全部できます。当たり前ですよね。対面で教えてる知識を動画や音声や文字ですればいいだけなんですから、うん、皆さんね、情報ビジネス、アフィリエイトとかやる人はこっちから入るんですね。これを作ったり、これを作ったり、これを作ったり、だから稼げないんですよ。だって教えたこともないし、何かをね、何かをこう直接セールスしたこともないし、販売したこともない人がこれをやろうとするわけですから、それは稼げないわけです。この意味はちょっと分かりますでしょうかね。これ非常に重要ですので、この概念本当に理解してほしいです。対面が一番価値が高くて、対面で教えられない人は動画を教える、動画無理な人は音声、音声無理な人は文字、うん、全部用意したらもちろん一番いいですよ、当たり前です、まあ、こういう概念を持ってほしい。だから対面で自分で集客をして、自分で、知識をお客様に直接、面と向かって、教える、これを何回か繰り返すと自然にこうできますから、余裕でできます。なのでコンサルティングをまずは受注してほしいということです。ではどういうふうにセールスになるね、今回はセールスの話ですから、じゃあどういうふうにセールスしていくのか、どういうふうにコンサルティングを取っていくのかっていうことSNS、 Facebook、 ミクシー、Twitter、 アメブロ、まあここでで集客をして、で実際に会ってセールス、はい、これですね。で実際に会ってセールスして価値を感じてもらって対面のコンサルティングを販売するです。で単純なんですけど、これが一番いいんですよ。で、なんかツール使ってね、なんか Facebook とか、なんかね、Twitter、フォロワー、フォローマティックとかね、ブワーとか言ってやってね、フォロワー集めたって、売れなきゃ意味ないわけですから、うん。これ Twitter とかでね、こう、普通に直接会って、ブランディングがね、これ必要なんですけども、でね、ここから直接お会いしましょう、お会いしましょうってね言って、で本当にね、これから学びたい人がね、何していいか分かんないっていう人だったら会ってね、僕が教えてあげるよ、今ね転売で10万円稼げたから、じゃあ5万円で教えてあげるよ、で最初はいいんです、それでいいんです。だってこれ一番価値高いことしてるんです。情報ビジネスの中で一番価値の高い、そしてこれさえできれば123の文字、音声、動画は簡単に撮れるものをね、うん、販売するわけです。一番価値の高い。なので、まずセールスを学びましょうってことです。うん。セールスを学んで、SNS で集客して、お会いして、セールス販売で一番価値の高いものを、価値の高いものを売ればね、結果出ますから、みんな。うん、対面で教えれば結果出ます。僕もいろいろだね、値段で商品販売したり、ね、安く、なんとか安くね、教えてあげたいから安くってね、販売 してましたけど、みんなで、ね、やらないです、安いと、うん、だから自分が稼ぐためにね、値段を高くするっていうよりはコンサルティング料を上げることでお客さんの意識がね高まるんですよ。10万円しか請求しなかったお客さんと20万円しか請求しなかったお客さん、でも50万円請求したお客さん、うん、
誰が一番結果出るって同じことを教えてもやっぱり50万円の人が結果出るんです。それなぜかっていうと、もう払ったらね取り返したいですから、50万、要はリスクをね、投資とかでも同じですけども、出した分だけね必死に取り返そうとするわけですよ。だから3ヶ月例えばね頑張ったとして、やっぱその内容が違う、濃いね内容になるわけです、50万払ってる人は。まあそういうことで高くする、まあもちろんね自分がねいく稼ぎたいってもありますよ、ありますけど、そういう感じで単価をね上げていくことによって、結果が出るのも、お客様の結果が出るのは早い。なので単価も上げていきましょう。もちろんね、この後どん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 ねこの SNS のブランディングの仕方とか、コンサルティングのね価値を上げていく、コンサルティングの単価を上げるやり方とかも詳しくお話ししていきますけども、まあ、今回はですね、まずセールスと学ぶ、セールスについて今回詳しくお話ししませんでしたけども、この全体像を知ってほしいですね。まず情報ビジネスとは何なのか、でなぜ最初にセールスをして、セールスを学んでセールスをしてコンサルティングを販売しなければいけないのかっていう部分を今回話させていただきました。それでは今回のね動画は以上になります。ありがとうございました。